皆さんこんにちは。さあ今日はですね、うちのチャンネルでもねおなじみのインスタ360から、新製品が発表されました。その名もインスタ360 GO3 っていうことで、すごいちっちゃいカメラのやつですよね。はい、インスタ360 GO2 はね実物見たことあるんですけども、それの進化版ということでね、今回はかなりね仕様が変更されたということで、早速ねホームページ見ていきましょうか。はい、ということですね。これがホームページのインスタ360 GO3 のページになってます。すごいですね。多様な世界をそのサイズでってことで、下見ていきましょうか。はい、小さな実力は 35g に想像の可能性を積み込みましたということで、いや、ほんとこのインスタ360 GO2 ね、最初見たとき、自分の親指よっかちょっと大きいくらいのカメラで、いや、これをパッと見カメラってね、わかるのは難しいですね。ほんとそれくらい、コンパクトなね、アクション、アクションカムって言っていいんですかね。はい、カメラとなっております。はい、どこでもね、持ち運びます。ほんとそうですよね。で、POV 撮影、究極のハンズフリーということで、そう、これ磁気マウント。まあ、うちのチャンネルでもね、DJI のアクション2とか GoPro とか、ウランジから GP17 っていうこの磁気マウントはありましたけども、まあ、元をたどせばなんかこれが最初だった気がします。はい、こんな感じで目にパチッとつけて、ここですね、完全なハンズフリーを実現します。セットするだけで、ん?簡単に 2.7K の超広角 POV 撮影可能です。2.7K の、ん?あれ?前回も 2.7K だったから、今回は、さすがに 4K かなと思ったんですけども、なんか、ちょっとここで不安な感じですよね。まあまあ、ちょっと下の方行きましょうか。まだね、はっきりとスペックわかりませんし。はい、フロース精度手ぶれ知らずってことでね。この、そうそう、帽子とかにつけるアタッチメントもあるんですよね。このフロースデートを使うことによって、まあ、手ブレ補正を、すごいですよって。これインスタ360、1インチ360度モデルでも、この手ブレ補正は、ね、うちのチャンネルで紹介しましたけども、ほんとすごいんですよね。このヘルメットの帽子のね、これいいですよね。はい、こんな風に角度もつけれますよっていう。そして、水平維持ですね。完璧にキープと、バレルロールでも大丈夫と。だからそれ戦闘機でぐるぐる回ってますけども。まあ、最近だったら GoPro 11からもね、水平ロックが可能になって、これと同じことできますけども、このインスタ360でもできますと。はい、ぐるーっと回しても大丈夫ですよっていう。どこでもマウント、あとはあなたの想像を制したいということで、小型カメラなので簡単につけれます。まあそうですね、やっぱ本体が小さいことでね、今まで取り付けられなかった、場所に取り付けられたりとか、まあそう、スコップのなんかこうね、柄の部分につけたりとか、オールにつけたりっていう、まあ非常にこう面白い絵が撮れそうで、まあこれいいですよね。うん、コンパクトで。ん?そしてなんか見覚えのあるものが出てきましたね。なんか、これは、某D 社の磁気マウントじゃないかな、みたいな。はい、簡単に装着、クイックキャプチャー、音声制御ですね。あー、なるほど。カメラの設定とかも、こういった音声で設定できますよっていう。まあ、DJI のね、アクション3とかは確かこれできたし、GoPro も一応音声認識してるんですね。まあ、あんまりちょっとこれね、精度が悪くて、誤動作がよく起きるんですけども、どうなんでしょう、これはね。まあまあ、でもこういったね、完全ハンズフリーでね、できるというのはなかなかいいんじゃないですかね。はい。で、いろんなアクセサリー、これ磁気マウントとかね、こう、帽子につけるクリップ。はいはい、こういうピボット、スタンドですね、この、ペタペタ貼れるやつ。あとは、レンズ保護フィルター。これも GO2 でありましたよね。付属アクセサリー。あ、初めからこの帽子のやついるのいいな。さあ、そして今回の目玉はこれですね。アクションポッドで GO3 がさらにパワーアップ。長くなったバッテリー寿命を最強のコンビでバッテリーをアップってことで、まあ、前の GO2 はバッテリーケースだったんですけども、今回はなんか違うみたいですね。GO3 の大型バッテリーで GO2 よりも 1.5 倍長く撮影できます。アクションポッドと組み合わせて最大170分、対策を撮影してください。これがアップグレード。まあ、すごいですよってね、バッテリー持ちますよって感じですね。で、これなんですよ。フリップアップのスクリーンがあるっていう。これ、結構面白いですよね。前に GoPro Hero 8だったか9だったかくらいから、メディアモジュラーが対応して、そのメディアモジュラーの外部、機器でこういうのがあったんですけども、なんか、それにすごくそっくりですね。このフリップアップする感じの。自撮りもはかどりそう。で、おっと、これはリモコン制御、ライブビュー。これはちょっと前に紹介した、ね、某 F 社のジンバル一体型カメラでもこういったことできましたけども、なんとここに来てインスタ360がこんなものを出してきたっていうね。GO3 他の場所にマウントした場合は、撮影した写真をアクションポットを使ってプレビューと。うんうん。まあ、ちょっと Bluetooth で接続すると電波干渉が、することがありますよっていう、そういうのもありますね。
で、クイックメニュー、おっと、これも DJI のアクション、ね、3とかにも、あと初代のアクションにもありましたね、クイックスイッチね。この1回押すだけでいろんな設定をね、こう呼び出せるって。だから、あれ？この画面もなんか、すごいそっくりですね。ちょっといろんなとこからインスパイアしてるのかな。はい。そしてこの時期、今ところ完全、そのまんまじゃないですかね。まあなんか見た感じ、ちょっと幅は違いますけども、完全この爪のところとか、すごいですね。いや、なんかこう、節操なしとも言えますけども、いや、でもね、その、いろんなところからね、いいとこ取りはいいんじゃないですかね。はい。GO3 またはアクションポットをマウントしてくださいと。こんな風に、あ、しかも本体のここの爪のまでがっちりやるっていう、これもしね、あの DJI とあの位置が一緒だったらすげえ面白いですよね。こんな風にね、あのピボットなんちゃらをつけると、まあ固定できますよっていう。はい。IPX4、防水性の、この本体も、このカメラ自体も、どっちも一応、防水なんですかね。あ、そうですね。アクションポットは GO3 を、あ、装着した場合のみ IPX4 の防水。なるほど。なんで、あくまでこれをガチャッと組み合わせることでの、この防水性能なんですね。まあでもこれもね、一応、防水ってのはなかなかすごいですね。で、まあ、本体はこの IPX8 で、まあ5メーターまで潜ります。これは、前の GO2 と同じですかね。うん。まあもうアクションカムとしても使えますよっていう。進化したオーディオ、楽しさ2倍、2つの内蔵マイクで音声を録音。 GO3 は、あなたの周りのあらゆる場所から Vlog に適した、音声を読み込みますと、鮮明でクリアで没入感のあるサウンド。まあそうですね、 GO2 の音はちょっと聞いたことないですけども、ちょっとインスタ360のね、製品、まあ1インチ360度モデルも使ってますけども、お世辞にも音声がいいとは言えないので、どうなんでしょうこの GO2 のねマイクは。うん。はい。で、クリエイティブになろう。あ、これはあれですかね。アプリ経由で、まあ、このタイムシフトとかスローモーションとか、このピュアショット HDR。そうですね。これはスマホのアプリ経由で、こういったものを簡単に作れますよっていう。まあ、アプリ以外にもパソコンのソフトでも360スタジオってやつがあるんで、それで作ることもできます。うん。これもそうですね。自動編集機能も。これは今までのインスタ360の製品と同じ。で、アスペクトも機能もそうですね。まあ、これに関しては前の GO2 でも全く同じ機能ありましたね。最近だったら、あの、GoPro Hero 11から、こういったね、その、あらかじめ大きい画角で撮っておいて、まあ、切り取るっていう、まあ、そういったことができますね。はい、その他のアクセサリー、アップグレードしましょう。ね、すごいですね、このね、磁気マウントとかね。防水ケース、あ、これ本体ごと入れる防水ケースか。あと、スクリーンプロテクター、ND フィルターセット、これフリーベルかな。はい。ペット用、噛む自撮りも、あ、面白い。これ、ペットに噛ませてなんかやるんですね。世界最初のアクションカメラ。さあ、まあ、だいたいわかりました。やっぱ今回の一番の見どころはここですよね。本体をこう装着するアクションポット。これはすごいですよね。そして、まあ、一応手ブレ補正とかも、まあ、すごく効くのはわかりましたし、あと音声がね、こう強化されましたと。で、解像度なんですよね。一番気になるのは。はい。出てきました。スペック。レンズは F2.2 なんで、まあまあ、ね。1. 点なんぼじゃないですけども、明るいのかな。で、35mm 換算、11mm、めちゃくちゃ広角ですね。で、写真解像度は、16対9の場合はこんな感じ。うんうん。はい。出ました。動画解像度。2.7K まで。ですか。24、25、30で、1440p。で、これで 1080p まで 4K が、ないんですね。4K がないか。で、このフリーフレーム、あ、これがあれか、後から切り取れるってやつですね。その場合はもうフル HD と 1440p のみと。で、タイムラプスもそうですね、これ 1440p ですね。タイムシフト、どこにも 4K という表示はございません。まあ、2.7K はありますから、まあ、2.7K と 1440p、二つこう、サイドバイサイドでして、どうかな、その違いがはっきりとわかる。まあ、YouTube で上げちゃえば、どっちも似たような感じになるのかな。まあ、ね、水平ロックとかもかけるんで、まあ、結果的にはこのくらいの解像度になるのかな。もしかしたら、その内部的にはもっと広い解像度で撮って、で、それをまあ、ソフトウェア上で、水平維持とか取るから最終的な解像度がこうなるってことなのかもしれませんけども、前回がね 1440p だったんで、次回は 4K 出るといいなって思ってましたけども、そうはならずですか。で、動画フォーマットは MP4、
写真モードは、まあ、HDR とかですね、うん、動画モードも、まあ、一通り揃ってますね。でカラープロファイルも3つ、標準鮮やかフラットってことで、これも1日360度までと一緒ですね。でビットレートは 80Mbps まで、 100Mbps ではないんですね。露出はプラマイ4まで、ISO 感度は100から3200なので、多分ねそこまで暗いとか薄暗いところは無理かな。なんかあの製品の PV 見た感じもすっごいピーカンデリの中でやってたんで、まあまあそんなもんでしょうね。でホワイトバランスもまあ2000から1万ケルビンまで、うんうん、はい、といった感じですか。ストレージは32、64、128ってことは、つまり SD カードとかではなくて完全内部のメモリに保存するので、もう購入時で、この容量は決まってしまうんですね。その辺の価格も気になるところですよね。まあ結構そのインスタ360 GO2 は低価格だったので、今回どうなるか、早速これも公式ショップがありますので購入する、行ってみましょう。はい、価格が出ました。ドン。一番容量のですね、32GB で、5万7000円ですか。なるほど。じゃあ、128GB なら、おー、6万4000も7、まあ7万はいかないけども、まあ6万以上はするんですね。これはどうなんでしょうか。まあ、普通だったらもう通常版で全然十分だとは思うんですけど、しかし 128GB 買おうもんなら6万4000円ですか。で、そうですね。まあ、保証とか全部入らずにこの価格ですからね。なるほど。はい、ということでですね、皆さんと一通りこの、GO3 見てもらいましたけども、どうですか、これ皆さん買います？すごく僕ね、これ楽しみにしてたんですよ。実は、もうこの商品が出る1週間くらい前に、まあ、ちょこちょこリーク画像とか出てきて、まあ、おおよそこれ、GO3なんでしょっていうことはね、うすうす気づいてましたし、で、この動画を撮る直前にはもう本体の画像とかも出てたんで、あ、今回はすごくいろんなアクションカムのいいところ取りで、ね、こう磁気マウントがついたりとか、こう無線で、こうプレビューできるモニターがあったりとかはすごい面白そうだなって思ったんですが、まあ、解像度に関しては前回とほとんどはその変わらない、いやもし前回どうだったかな、ちょっと現物持ってなかったので分かんないですけども、確か前回も 2.7K だったような気がするんですね。もしかしたらもうちょっと、解像度低かったかもしれないですけど、ただ何にせよ 4K が、まあ、選べないっていうことで、そうですね。まあ、本体があれだけちっちゃいですから、まあ、致し方がないところがあるのかな。まあ、どうしてもそのね、排熱の問題とかあると思うんで、それだったら、あえてその 2.7K にして割り切ってね、使う分にはいいのかもしれないですけど、いや、でもすごくな、気になるんだよな、これ。そのね、最近今これ使ってるカメラ、そうなんですけど、ZV-E1 ね、買ってね、このカメラで今年はめっちゃ動画撮るぞってね、意気込んでは見たんですけども、まあ、多分このチャンネル見てる方なら、ご存知の通りで、まあ、行く先々でトラブルが絶えないっていう、ちょっとね、状態になってしまったので、やっぱこのカメラのね、デカさがいかんのかなとか、だったらやっぱりもうちょっとちっちゃくて、ね、こう簡単に持ち歩けて、本当にパッとすぐ撮れるカメラって、そういうのが一つくらいあってもいいかなって。まあ GoPro でもいっちゃいいんですけどね。これと同じことがほぼほぼ GoPro でもできるんで、いっちゃいいんですけども、ね。ただ最近ね、そういった小型カメラ、うちのチャンネルであんまり取り上げられていませんし、でやっぱり、ね、このチャンネル見てくれてる方は、その、ね、何十万もする本格的なカメラよりかも、多分こういった感じの、ね、手軽、まあ、手軽な値段じゃないですけども、こういった小型カメラに相当興味持ってる方多いと思うんで、実際ね、その検索履歴とか見てみると、うちのチャンネルは大体 GoPro とか、DJI Pocket 2とか、インスタ360のこの1インチ360度モデル、こういったもので、来てくれる方が多いんで、僕自身も気になっていますし、試してみたいかなっていう気持ちはあるんですけども、いかんせん価格が6万4000円かと、もう現行の GoPro、今の11がほぼほぼ手が出る価格ですよね。まあ、当然向こうの解像度すごい高いですし、トータルの性能で言えば全然ね、向こうのがいいんですけども、やっぱこのコンパクトさっていうのは魅力ですよね。いやー、と
とりあえずですね、まあちょっとこの動画をアップロードしてみて、ちょっと皆さんからね、この意見とか聞いてみて、ちょっと決めたいかなと思います。いきなりちょっと飛びつくことはないと思いますんで、はい、もうちょっとだけね、これに関しては悩んでみたいと思います。はい、ぜひ、なんかこういろんなご意見ある方、下の方にコメント書いてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かの参考になれば幸いです。で、ここもですね、こういった小型カメラ関係の話ありましたら、どんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。